どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、土浦城防衛しつつ宇都宮城制圧に向けて攻めていったね。宇都宮城で威風柱が発動できそうな状況に。密集地帯の関東での威風柱は結構な広範囲になると期待。最近考えすぎてるせいか夢にまで出てきてるし早期決着がしたいところ。夢に登場するのは真田家以来だな。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。宇都宮城進行部隊は現状ほぼ大田原城に集結。そして宇都宮城には今すぐの合戦参戦が6部隊、後方からもう2部隊向かってきてる状況。ただ今までと違って1部隊あたりの兵力が少ないから能力差で負けてるうちでも威風柱が発動できそうな状況なんだぜ。宇都宮城で威風柱発動できれば隣接してる唐沢山城、小田城、結城城がもしかしたら巻き込みできるかもしれない。そうなれば一気に戦局はこっちに傾くことになりそうだ。だから多少のリスクはあっても威風柱に調整して合戦を挑んでいこうと思う。主力もいつまで元気でいるかわからないしな。そして周辺の状況は津川城、鶴岡城が張り付き、米沢城は破壊が入ってるが張り付き部隊は兵糧切れで撤退、軍制圧で壊滅しそうなんだぜ。修復も入れてるから張り付きまでには多少回復するよ。数字ではこんな感じ。前世紀の徳川家とは思えない可愛らしい数字になってきてるんだぜ。大田原城で一度威風弱発動してるしまた一気におかわりきそうだけどね。それでも周辺はかなりの数同様状態、兵力も少なくなってきてるんだぜ。徐々にだけど細かい有利積み重ねていってるのが現れてきてるね。城が攻められている。それじゃあ時間進めていくよ。まずは宇都宮城の調整からなんだぜ。6万が出陣。おそらく大田原城域と各城の足りなくなった分の補充だろう。大体そんな感じだな。調整なんだけど、モブ城主が進路変更で強撃狙いになってややこしくなってきてる。軍制圧されたらされたでめんどくさいし、かといって今接敵したら7部隊になるんだぜ。後方の一等斎さんがもう少し早く近づいてきてくれてたら威風柱にすぐにできたんだけど、何かの間違いで8部隊になってるかもしれないし一応確認だけしてみるか。残念7部隊。マジか、下がりながらもう少し調整しようか。一等斎さん合流。9部隊まで成長したな。威風柱条件は達成したけど唯一不安なのは烏山城領内だから防衛の威風判定になってそうなこと。ちょっとの場所の差で結構威風範囲変わってくるからな。理想は宇都宮城領内で発動したかったけどこれ以上粘れないししょうがない。最低でも宇都宮城は新品のまま巻き込むはずだ。そもそも勝たないと夢物語なんだけどね。こちらは主力勢ぞろい、マップ次第だがどこまで戦えるか。マップは弓マップ。信勝さん編見てくれた人はわかると思うけど信玄参戦と同じだよ。だから基本戦い方も同じようにしていくんだぜ。武田家戦と違うのは先に弓の要所に敵部隊が突っ込んでこなかったこと。これのおかげで早い段階で2部隊打ち下ろしが可能に。右は打ち下ろしができるから常に回復してる方が弓、下の要所で1部隊辛いが粘ってもらうんだぜ。弓の要所に向かってきてるのはモブ城主だしさっさと撃破して2部隊打ち下ろしで援護したいところ。あの時と作戦は同じだから退路捨てる覚悟の布陣だよ。いかに弓で兵力を削れるか、そこが一番のポイントになりそうなんだぜ。しげざねさんに一番槍取らして特性発動、騎馬で一気に削られたから早速宗茂さんと交代。弓部隊は攻撃力に応じて威力変わるから比較的高い武将を配置してるんだぜ。正宗さんと宗茂さんどちらに配置にしようか迷ったけど、弓要所で接敵した時に敵部隊が早く倒せるのは先方威力の高い正宗さんだったからこの配置になった。まさかの勝成残して全部隊退路へ直行。でもそれはそれで一気に厄介だった勝成さん処せるからいいんだけど。我が先方を見るがよい。行くぞ。そのまま勝成撃破。要所制圧チラ見せすればこっちに向かってくるかもしれないし要所制圧に向かうよ。元綱だいぶきついみたいだ。もう少し粘ってくれ。最悪壊滅まで粘ってもらって弓で削り切るよ。左向かってきてるのが兵力少なかったら援軍向かわせたんだが、まさかの要所捨てで退路優先してきた。
これは右の要所援軍に1部隊、後の残った部隊で要所守りつつ攻撃していくんだぜ。なんとか壊滅前に援軍到着。これで右側は安泰なんだぜ。左大路は正宗さんを大路防衛に配置して宗茂さんと攻撃できる形に。これでなんとか一気に削りつっていくんだぜ。あとはひたすら交代させていく。そのまま勝利。何人か壊滅で部下打ち取り成功してるよ。これでなんとか異風中発動だな。このマップなら思ったより戦い楽だったし、主力いる間はもう少し積極的に異風狙いしてもいいのかもしれない。やっぱ防衛異風判定だな。広く見えるだけで宇都宮城だけだ。もう少し前で発動できてたらだいぶ結果は違ったんだがな。それでも当初の目標は達成。ここからは宇都宮城を全力で守っていくよ。異風制圧だから耐久値と城主出てきてなかったから兵力も全開状態だな。これで大田原城が非隣接に。主力をまた前に配置変更できるな。大田原城のセットを丸ごと引っ越し、主力が騎乗次第また前方に引っ越しなんだぜ。これで城門櫓も継続。妖怪が喜びぞ。宇都宮城に向かってきてる部隊はあと3部隊。3部隊ならある程度の部隊は騎乗させてよさそうだな。兵糧少ない部隊から騎乗させようと思う。空白領主に関しては主力が騎乗したら抜いて配置するんだぜ。功績上げるために余った武将は主力にくっつけてたからね。そういや名所も確保。軍配の特性レベルが無条件でプラスされるんだぜ。何より徳川家から奪えたのがでかい。宇都宮城の本丸準備がおよそ2ヶ月、その間守っていくよ。津川城に破壊。張り付き中の破壊が一番ヤバいんだよね。耐久値自然回復もしないし修復も入れれないからな。津川城へは4部隊3万、誰が向かってきてるかが問題。なんかあんまり兵力多くないな。モブ城主もいるし設備さえあるならこれは守りきれそう。なんなら後期と見て攻城戦仕掛けてくれるなら一気に柴田城制圧まで見えるんだけど。防衛異風で180日動揺がかなりの数かかりそうだからな。それに防衛部隊が向かってくるとしても関東から、時間かかる上におそらく到着までに制圧しきれる予想。でも関東は関東で結構いい感じに攻めていけてるから悩みどころだよな。それこそ古賀城、結城城あたりで異風中、今日発動できたら一気に決着がつきそうだ。とりあえず宇都宮城の防衛からやっていくよ。宇都宮城防衛戦。相手兵力多いがこちらも主力、小マップだからガチンコの正面当たり合いなんだぜ。ひたすら交代作戦で削ったよ。ついでに敵城主捕まえたんだぜ。初段、平均的に能力の高い武将だったな。よし、これで防衛成功。周辺見てもすぐには攻めてこなさそうだから取られた軍だけ奪還して騎乗するよ。これで宇都宮城も守れそうなんだぜ。騎乗中に鶴岡城で攻城戦。兵力はおよそ8倍。あ、いつもの人たちね。まあ耐久値もそれなりにあるし問題ないんじゃないかな。鶴岡城は前回サクハメしたマップね。味しめて今回もできないか策に送り込んでるんだぜ。でも実際攻撃防ぐためにも縄文範囲だし策で防衛はどの道するんだけどね。今回は策はめできないようだ。前回奇跡的に条件揃ってただけかもね。策で粘りつつ救護所貯めて回復しながら縄文で耐久していくよ。一部隊撃破。やはり律儀に策破壊していってくれるから縄文戦までにだいぶ兵力削れそうなんだぜ。騎馬で一気に削られた兵力を回復。救護所は捨てて材木庫成長させていくよ。なんとなく鶴岡城の敵部隊の動きは覚えてきたんだぜ。次は上で縄文戦。二部隊目撃破。捕縛狙って移動速度上昇持ちに追撃させるんだぜ。
材木庫まで破壊されたけど、やはり縄文戦前に兵力壊滅状態。3部隊目は何もせずに壊滅。追撃部隊は敵退路まで追いかけ回してるよ。なんとも恐ろしい光景なんだぜ。先方でとどめ、部下の討ち取り成功。敵は引いたぞ。こちらも島津一族討ち取り成功。追いかけ回した甲斐があったな。あと1部隊潰していくよ。最後の最後に高レベル騎馬食らって壊滅しちゃった。討ち死にしなくてよかったんだぜ。縛り上げなさい。中世黄色ワンちゃん。お使いできます。残念。初段。年齢は解除を消すことができたな。までか。我が名を天下に鳴り響かせよ。いつもの範囲。なんと。なんじゃと？米沢城域の部隊が吹き飛んだかどうか。うん、一部隊は吹き飛んでるね。これまた軍奪還すれば兵糧切れで壊滅狙えそう。鶴岡城は向かってきてないし、今のうちに修復入れたいところ。回復地高い正宗さん使うために建築中断。増設だったしこっちの方が優先だからな。よしよし、いい感じに防衛もできてる。最後に兵力確認。九州が成長し始めてるから最大兵力は上がってるな。実際関東だけならうちの方が優勢になりつつある。次回は関東で威風狙いか柴田城制圧か悩むところ。実際主力の寿命問題あるし、威風狙えるのなら狙える時に攻めた方がいいと思うんだぜ。後で柴田城は狙えそうだし、そうしようか。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。